か。イエーイ。待って待って。With that cream, baby, pour it sweet on me, baby, shade it. We can cook up, we can syrup when we hook up, just you and me. With that cream, with that shade. こんばんは、マリです。これから我々のお足元近場で釣りをしに行ってきます。何の釣りかな？アジングじゃないの？もう最近アジングでアジ釣れてないけど。ねえ、今日はですね。ちょっとね、今までと違って、うん、同じところをひたすら狙い続けます。同じところをひたすら狙い続け、同じポイントでひたすら待ち続けます。待ち続ける。うん、魚が入ってくるの。でやっぱりそんな数は出ないと思います。それで当たりも少ない。当たりも少ない、うん、で一つの当たりを確実に拾っていく。それ難しいやつじゃん。今日はね、そんなに簡単ではないです。難しいやつ、うん、それで、もうコツとしては、うん、まずルアーを信じること。出たなんだよ精神論。ルアーを信じること。本当ですって。これはルアーを信じること。で、ここで魚が来るっていうことを信じること信じること。で、自分の腕を信じること。それは信じられないで、絶対釣れるって信じること。絶対釣れるね。うん、で信じること。分かった。よろしい。はい。心が折れたら負けです。心が折れたら多分お菓子食べてます、うん、お菓子食べてもいい。それでまた復活するなら復活するする、うん、そういう釣りになると思いますんで。はい。一番苦手なやつだと思います。やだ。出発。以上です。うい。うい。ご覧ください。2回目ばらしの方のお顔です。生命体を感じています。がしかし今日はかからないと申しております。前川さんを思ってしてかからないって言ったら、マリは半永久的にかからない気がしてくるな。師匠も帰っちゃったし、マイケルさんは釣らないと。ねえ、あれ、浮きがなくなったぞ。浮きがなくなったよ。餌変えたんでしょ。あ、そういうことなのか。あの子ね、さっきね、コンビニ行ったらキューちゃんのアミヒメ売ってたよ。アミヒメ嫌い。そう。春の分はあった？うん？春の分。あ、それ見てこなかった。春のズルあったかな。あとでもう一回行こう。イエーイ。待って待って、ピントが合わない。ブリーフィングを忘れてますね。あんまり深くするな。
こじゃねえよ。違うの？当たりを大切にしろ。心折れるな。心折れるな。でもちょっとコーヒー飲んで復活しましたよ。これなんかもう腕ばっかりから。やる気満々。まさかの。これ割と寒いですよ。本当。なんで腕まくってるんですか？寒くないの？なさそうだね。来た？あ、地球だ。まさか釣りでね、こんな綺麗な夜景に出会えるだなんて思ってないですよ。そうじゃないですか？そうですね。あっちの方のさ、あのなんか光のタワーみたいになってるのすごく綺麗だね。うん。アングラーのものですか、この夜景は。危険な弾薬になると結構すごいからね。何、どういうこと？だってベイブリッジ下だもん。ベイブリッジの下なの？危険は。そう、めっちゃ寒そうだね。寒くない？え？え？来た？いるのか？アジじゃないかもしれない。ただ今当たりがあったよ。とても真剣にやっています。なんて言ってくれよ。割と当たり分かると思うよ。本当？あ、緊張してきちゃった。なんで？結構あれだよ、うん、緊張しいだろ。超緊張しいなの。僕がちゃんと操作できてるかどうか、そこだけ。あどうしよう、今日の職場での怒りが。